チャレンジとしまうとが行く。今回は、脳卒中の後遺症の一つ、高次脳機能障害の中の、私も現在まだ、残っております反則空間無視というものの症状について、話をします。ただ私は専門家ではございませんので、あくまでも私個人の体験談ということで、私が体験したことを中心に、それをもとに自分自身で調べたことをなるべく分かりやすく伝えるという趣旨で、この動画をお届けしたいと思います。まずこの高次脳機能障害の中の反則空間無視というのはどういうものかということですけども、簡単に言いますと、今これ正面を見ていますけども、私のこちらが左側ね、私から見て左側ですね、左側の空間にあるものを見落としてしまうという、そういう空間認識の障害になります。こういうことがなぜ起こるかなんですけども、私は脳の右側にダメージを受けた、そういう病気でして、別に目に何かダメージを受けたわけではありません。ですから視力の問題ではないんですね。左側を見落とすというのは、視界の左側というのは普通に考えると左目から情報を得ているわけですけども、その左目から入ってきた情報というのは、健康であれば右の脳でそれの情報が処理されて認識されるという形になりますが、脳にダメージを受けているとそれがきっちりと正しく認識されないので、あるものを認識できないというような状況になります。で、生活の中で私がそれを自覚したのは入院中でして、そういうことがあるよということは先生に言われていたんですけども、やはり言われているだけではなかなか、その時は、今は結構大丈夫なんですけども、強く自覚するのは無理でして、病院の中を車椅子でこう移動する中でですね、例えばリハビリ室から病室に移動するという最中に、廊下に看護師さんが使う道具なんかを載せた台車みたいなものが結構置いてあるんですけども、こう車椅子で移動しているとそういうものに結構ガンガンぶつかるという、そういうことがありました。これはもうまさしくその左側を見落としているということで起こってました。他にも食事の際にご飯がお茶碗に盛ってあるとすると、食べますよね。そのお茶碗の左半分のご飯、これが残っているということを認識できなくて、もう右半分は食べてあるので、もう左半分に残っているものを認識できないと勘違いしてしまって残してしまうというようなことがあります。またテーブルの上にちょっと視界の左側にのコップが置いてあるたりなんかすると、そこにお茶があるにもかかわらずそれが分からなくて、とかちょっとお茶くださいとかって言ったら、いやいやそこにあるよっていうふうに注意されたりっていうような、普通では考えられないことが起こりました。ただこれはその自覚次第で、左側を見落とすんだということを自分が自覚していれば注意してこう見るようにするので、こう首を振ってその左側を向けばこれが正面になりますから左側ではないですよね。そういうことで見落としを防ぐということは可能になってきます。簡単ですけども以上説明を終わります。